甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの22回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、まあ、野球やって楽しんでるという感じですよね。本当に守ります。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の田口。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは真由美。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ボール、インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー松永。好調の今シーズン、現在セリーグの首位打者です。タイガース同点のランナーが出ています。マウンド上のピッチャーは田口、そしてキャッチャーは炭谷。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。赤星さん、今の盗塁どうだったんでしょう。ここはランナーは動かずバッティングに期待した方が良かったかもしれませんね。なるほど、そうですか。三振です。ツーアウトになりました。バッターはバース。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトランナーありません。打ちました。ライトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには掛布入ります。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですからやってくれるんじゃないでしょうか。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。序盤に追いついてくれると。また初球打ち、ぐんぐん伸びる、ライトセンター見送った。掛布今シーズン第70号の逆転ツーランホームラン。卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。逆転に成功しました。この回のタイガース、2対1になりました。らしいホームランを見せてくれました。1点リード、試合をひっくり返しました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。まあさすがですよね。初回から逆転に成功、流れを取り戻しました。バッターは注目のルーキー石峰。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。タイガースホームランで逆転しています。赤星さん、一転してリードする形になりました。そうですね。これでゲームが面白くなってきましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。高め大きく外れました。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバー。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスの八木、今シーズン得点圏での打率は5割6分7厘となっています。いや、すごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順、ドカーンと大きな当たりです。高く上がる、突き刺さった、ツーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース4対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。逆転してからも攻撃の手を緩めません。
期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。バッターは和田、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガースホームランで追加点を挙げています。まず打ちをついてきました。打った、レフトが追いかけますが頭を越えました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで5連打、ツーアウトランナー二塁。さあ、そして打席には木戸入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、サード取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。1回終わって4対1。先発のブロクター打席に入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。初球ボール、これが2球目。ファウルになります。真ん中打ちました。この打球はファウルグラウンドへ。またファウル。4球目は何で来るか。引っ張った。レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。打順はトップに帰って真由美。まあ、前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インサイド落ちました。切りました、ファウルボールです。打ちました、いい当たりだ。レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ここ一番の集中力が光ります。その際4点、大きくリードを取りました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。バッターボックス松永、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、これも行ったか、大きな打球になった、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース6対1になりました。見事な一発が飛び出しました。今のバッティングご覧いただきましょう。見事ですよね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。バッターボックスバース、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。打ちました、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの掛布、今シーズンの得点圏打率は6割7分9厘となっています。いやー、打ってますよね。さすが4番、頼もしいバッターですよね。引っ張った、下がっていく、下がっていく、ライトポール際、判定はファウル。高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。
7対1、タイガースリードを6点に広げています。打順は5番石峰。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしい。初球打ち切れていきます、ファウル。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターの八木、ここのところ5試合で打率は8割を超えていますが、バッティングの調子が上がっている。痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。アウトコース、ファウル。改めてお聞きします、バッターボックスの八木、どういうバッターなんでしょう。打ちました、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します、8対1、タイガースなおも3塁2塁のチャンスです。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは谷岡。さあマウンドに上がったのは谷岡、今シーズン15試合目の登板です。さあ赤星さん、この場面で出てきましたね。まあバッターとしては嫌でしょうけど、しっかりボールを見極めていきたいですね。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。タイガース、鮮やかなタイムリーヒット、10対1、タイガースなおもチャンスです。さあバッターは日戸、ここで打点を挙げれば今シーズン150打点目になります。さあ2球目は何か、外の低め見極めます。これが3球目、低めは外れました。打ちました、いい当たりだ、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。次はピッチャーの打順ですが、先発のプロクターバッターボックスに入ります。ピッチャーでも打席に立つ以上は打ってやろうという気持ちでバットを出していってほしいですよね。そうですね。これはサード岡本掴んで2アウトです。打順は1番に帰ります、バッター真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。2アウトランナーありません、打ち上げました。この打球はフライになっています。3球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。赤星さん、ここまでの戦いどのようにご覧になってますか。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になってますよね。そうですね、この流れそのまま続けることができるんでしょうか。これはファースト大城抑えてワンアウトです。バッターは3番バース、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね、この調子だと猛打賞もいくでしょうね、さあここも打っていけるか。谷岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ切りました、ファールボールです。ボールになります、打ち上げた、ここは打ち上げています、ストレートに詰まって2アウトとなっています。4番バッター掛布、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待、これはライト下がっていく、下がっていく、右に切れて惜しくもファウルボール。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。一塁線、大城抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックスには5番石峰、
今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。ええ、さあここも打っていけるか。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょうからね。確かにその通りですね。低めはボール、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対4、さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスは7番和田。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打った、坂本取って、ツーアウトになりました。バッターボックス木戸、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触、初球打ち、これは大きい、伸びていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁、打ちました、痛烈、これはショートライナー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか？打線がいいのである程度は点が入ると思っていましたけど、今日は本当に理想的ですよね。そうですね、いい形で点を取れています。ノーボールツーストライク、打ち上げました。ここはフライになっています。落下点に入ります。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。打順は2番松永、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、どうだ、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ジャイアンツピッチャーが変わります。打順は3番バース。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。バッターボックスのバース、今シーズン得点圏での打率は5割1分、引っ張った、打球はライトへ、ここは打ち上げています。タッチアップ、この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターボックスは4番掛布、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナー三塁です。初球ボール球です。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、外のストレートがストライク、3球目打ちました。この打球は落ちそうだ、ヒットになった、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、14対4、タイガースちょっと一方的になっています。5番バッター石峰、まず何を投げてくるか、打ちました、大きな打球になった、レフトをバックする、バックする、レフトを見送った、ツーランホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン、初球でした、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガースクリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターボックス八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ツーアウトランナー二塁。初球は何から入ってくるか、
初球打ち、ここはフライになっています。坂本が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏2アウトで2塁にランナーを置いて4番バッター掛布、初球から狙っていました。タイガース一振りで逆転。続く攻撃、2アウト2塁の場面、6番八木、2球目を捉えました。タイガース2点を追加します。2回の裏ワンアウトランナーなしから1番真由美、3球目しっかりと捉えました。タイガース1点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは堀岡、今シーズン17試合目の登板です。打ちました。打球は切れて、これは三塁側のスタンドに入ります。いい当たり、このフライは切りました。ファールボールです。さあ3球目は何か、ジャストミート、センター下がっていく、下がっていく、センター見送った、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。ピッチャーに打順が回って先発のグロフター、バッターボックスです。今日はあまり調子が良くないですよね。もう勝利投手の権利は得てるので交代しても良かったと思いますね。バッターボックスには代打のオマリー。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。一二塁間、大城掴んでワンアウト。打順はトップに帰って真由美、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなし、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには2番松永、先ほどの打席でライトへのファーストランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗、しっかり捉えた、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁、初球打ち、この打球はフライになっています。ファーストが構えます。大城が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームラン。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミング。打ちました、浅いフライ、この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックスは5番石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。これも初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、さらに1点を追加します。ピッチャーに打順が回って7回から登板の島本がそのまま打席に入ります。点差に余裕もありますし、もう少し引っ張っても大丈夫だろうということでしょうね。そうですね。バッターボックスには代打のアリアス。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。最初は変化球できました。これはサード岡本取って、ツーアウトになりました。バッターボックス和田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。打ちました、
これは大きい、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、変化球を打っていきましたが、8回の裏、さあマウンドに上がったのは高橋、今シーズン18試合目の登板です。さあまず1球目打ちました、これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド落ちました、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー3塁2塁、打順は1番に帰ります。バッター真由美、大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻め、引っ張った、これはサードの左抜けました、三塁を回っていく、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、タイガースが突き放します。レフト前へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターは2番松永、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、危ない球です。次が3球目、落ちるボール空振りになります。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。三遊間、坂本掴んで、これで4連打、ワンアウトランナー一塁となりました。打席には3番バッターバース、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打った、ライトセンター追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。タイガースらしいホームランを見せてくれました。この掛布、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打った、吉川掴んでアウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックス石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、打ちました、これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3打席連続のヒット、2アウトランナー、バッターボックスには代打の新庄、まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。これが1球目、打ちました、痛烈な打球、左中間に強い打球、レフトセンター、レフトセンター見送った、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン、初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。見事な一発が飛び出しました。バッターは7番和田、タイガースホームランで得点を挙げています。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは沢村、さあマウンドを任されたのは沢村、今シーズン20試合目の登板です。打った、レフトに強い打球、レフト下がっていく、下がっていく、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、オマリー打席に入っています。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、打ちました、坂本一塁へ送ります。
一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの23回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の藤岡。真由美打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球、これはすっぽ抜けました。次が2球目、打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース、初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。タイガース1点を先制しました。1対0。ここ一番の集中力が光ります。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。先頭打者ホームランが飛び出しました。バッターは注目のルーキー松永。
昨日のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。いやー、片目打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。さあ初球は何か。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか。この球は外れています。ボール先行です。この球は外れています。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、タイガース2対0になりました。見事な一発が飛び出しました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。バッターは掛布、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガースさらに得点を上げ引き離しています。初球は何で来るか。打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、入れば、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース3対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、本当にうまく反応しましたよね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。バッターは注目のルーキー石峰。昨日はホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。打った、これもいったか、レフトが追いかける、ぐんぐん入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を塗り替えました。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、タイガース4対0。さすがクリーンナップという一発でした。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。初回から確実にリードを広げていきます。バッターは八木。昨日のゲームはホームラン2本を含む4安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースホームランで得点を挙げています。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4連打、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの和田、今シーズンの得点圏打率は5割8分9厘となっています。インサイド落ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファウルボール。打ちました、大きな打球になった、この打球は落ちそうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット5対0。タイガースリードを5点に広げています。打席には8番バッター梅野。
大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打ちました。高いバウンド取った。一塁へ。ツーアウトになりました。さあ打席には先発の中村入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まず何を投げてくるか。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、ライン際に打球が飛んでいる。ライン際破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、6対0になりました。タイガースなおもチャンスです。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。初球打ち、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっ、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース8対0。見事な一発が飛び出しました。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の堀岡。さあマウンドに上がったのは堀岡、今シーズン18試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。空振り、これが2球目、ストライクです。あっという間に2ストライクです。打ちました。3球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。ゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バース、バッターボックスに入ります。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった、センター下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックス掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のジャイアンツの先発は序盤大量失点で交代した藤岡、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。初球打ち、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、入りました、ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。頼りになる男がやってくれました。バッターは6番八木、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対2になりました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。打席には7番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打順は8番梅野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。さあ2球目は何か。打ちました。浅いフライ、レフトの前に落ちました。これで6連打、ワンアウトランナー一塁です。バッターは中村、今日はバットでも貢献しました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。ライトが取りました。2アウトです。
打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホーム。初球時打球はセンターへ。ここはフライになっています。丸が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。赤星さん、序盤から面白いほど打線がつながってますね。そうですね、ここまでは最高の形で試合を進めています。初球打ち、これは行ったでしょうね。打った瞬間確信したか。ぐんぐん突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、13対2になりました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、14対2になりました。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターは4番掛布。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞もいくでしょうね。さあここも打っていけるか。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。15対2になりました。主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。ジャイアンツピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは高橋。さあマウンドを任されたのは高橋。今シーズン19試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打った、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。打席には6番バッター八木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。初球は何から入ってくるか。打った、高く上がった。センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー三塁二塁です。打った、大きな打球になった。レフトオーバー。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。さあバッターボックスには先発の中村入ります。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。3球目は何で来るか。真ん中打ちました。これはどうだ、バックホームする。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰って真由美。今日は2本のホームランを放っています。ノーアウトでランナー三塁一塁としています。打った、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフト見送った。スリーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。低めでしたがしっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターの松永、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし間違いなく絶好調。これは三塁側のスタンドに入ります。
めへの変化球は決まりません。ファウルになります。アウトコース外れます。これが5球目。しっかり捉えた。伸びていく。この打球は落ちるか。どうだ。5球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。3番バッターバース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。ワンアウト。いい当たり。これは大きい。伸びていく。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあまず1球目、初球から思い切って振ってきました掛布。次が2球目。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。150キロ。打った。高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸びて入った。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース、頼れる4番の一振りでした。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょう。バッターは5番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。タイガースホームラン。ジャイアンツピッチャーが変わります。右バッターが続く。さあマウンドに上がったのは谷岡、今シーズン16試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。これはサード若林抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは和田、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。ジャストミート。これは大きい。伸びていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。打ちました。センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。さあ打席には先発の中村入っています。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。落ちるボールに手が出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。引っ張った。高いバウンド。岡本一塁送球アウト。ワンアウト。さあバッターは真由美、この打席でホームランを放てば今シーズン70本。打ちました。さあどうだ。センターボールをこぼした。ボールを拾ってサードランナーホームイン。タイガース1点追加します。相手のエラーでの得点。タイガース大量リードとなっています。打席には2番バッター松永、これが1球目。ファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。2球目は何で来るか。ボールになります。この打球はこれはスタンドへ入りそうです。これは一塁側のスタンドに入ります。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。落ちるボールはこれは外れています。見送っています。ボールフルカウントです。打ちました。これは大きい。伸びていく。外野ヒットになりそうだ。これはライトの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。初球ボール球です。
バッターボックスのバース、今シーズン得点圏での打率は5割。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入ると思っています。打ちました、伸びていく、ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。打席には5番バッター石峰、今日は3本のホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった、これが今日4本目のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は6番八木、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、ヒットになった、これがチーム30本目のヒット。ワンアウトランナー2塁1塁、引っ張った、サード取った、一塁送球します。アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、タイガースが突き放します。センター前のタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。バッターは今日の先発ピッチャー中村、最初は変化球できました、得意のボールでストライクを取りました。一塁はセーフ、落ちる球できました、真ん中打ちました、キャッチャーが構えます、掴んで3アウト。しかしこの回タイガース2点を追加しています。ここまでのハイライトです。1回の裏、この回の先頭バッター真由美、初回先頭打者ホームラン、タイガースこの一発で先手を取ります。さらに続きます、ワンアウトランナーなしから迎えるは3番バース、この一振りタイガース1点を追加します。続く攻撃、ワンアウトランナーなしから迎えるは4番掛布、その初球でした、タイガース1点を追加します。さらに続きます、ワンアウトランナーなしから5番バッター石峰、甘く入った球を振り抜きました、タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15、沢村が5番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。打った、坂本抑えてワンアウト。2番バッター松永、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。ファウルです。高め空振り、ノーボールツーストライクです。打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球は落ちそうだ、右中間深いところ破っていきました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスは3番バース、今日は3本のホームランを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。打ちました、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン、初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。タイガースクリーンナップから飛び出した一発になりました。打席には5番バッター掛布、タイガースホームランで得点を挙げています。これも初球打ち、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、センター深いところ破っていきました。
バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ワンアウトランナー二塁となりました。打った、高く上がった、ぐんぐん打球。